ちは、かけむらです。今日ちょっとテレビ見てたら、女優の鈴木ふみかさんっていう人が、幸福実現党っていう宗教に出家するっていう、話題ばっかりやってて、へー、すごーいって見てたんですけれども、実は僕もですね、昔、宗教はやってないですよ。で、昔ですね、宗教に勧誘されたエピソードがありますので、ちょっとそれをお話しさせていただきたいと思います。実は、昔ちょっと一緒に悪いことしとった、中学生の同級生の子が神戸に引っ越しちゃって、で、そうですね、確かあれは、28、結婚する前ですから、26ぐらいの時かな、大阪の僕のお店に遊びに来たんですよ。で、ああ、久しぶり、言って、今何してんのっていう話、ばーってやってて、で、もう、店上がりやから、神戸で住んでんやろって、送ってくわ、言って、言ったんです。で、どこそこの駅まででいいよって言ってたから、ほんならそこまで行くわねって言って、隣に乗して、わーって会話しながら、走ってたら、携帯電話に、スマートフォンじゃないですね、昔は、こんな黒い、でかい、こんなお弁当箱みたいな電話があって、携帯電話持ってて、そいつ、で、なんか電話が鳴ったからちょっと出るわって言って出たんですけど、ほんなら、なんかこう、ちょっと喋り方、口調がなんか目上の人に喋ってるような感じで、いや、実は友達に送ってもらってるとか言って、いや、そんなんじゃない、そんなんじゃない言ってるんです。何を言うてんのかな、思って電話切って。で、だからその電話切った後に、なんか、目上の人がお礼が言いたい言って、はいや、その目上の人に俺言われる筋合いないし、友達やし、ええやんって言って。いやいや、まあええから、ちょっと会うてくれへんかなって言うから、あ、ええよって。で、その、行き先を指定されるままに車運転してったら、なんかでっかい、なんかこう、教会みたいな建物の前まで連れて行かれて、何これ、宗教ちゃうんって言ったら、うん、俺今ここの信者やねん。あ、そうなん、俺帰るわ。って言って。いやいや、ちょっとだけ追うてって、言って。その、目上の人っていうね。いやいや、俺も宗教やるつもりないし、って。もう帰るわ、言って。いや、もう頼むわ、って言うから、もうしゃあないな、会うだけやで、って言うて、上がったらなんかこう、正座させられて、なんかこう、俺の言うことに続いて、言ってくれ、って言って。手をこう、頭にかざされて、はぁ、言って。いや、前から言うて、血を清めるって。ま、もうしゃあないから、もう早帰りたいし、もう女清めてくれ、言うて。で、一緒にこう、言った言葉の通り、あとずっと言っていくんですけれども、どない体が熱くなって軽くなったやろって言うから、そんなもんかなって適当にはぐらかしてて、ほんなら帰るわって言ったら、いや、目上の人に会うてくれって。いや、わかった。もう、はよ連れてきてくれや、言って、ちょっと席外して戻ってきたと思ったら、こんな封筒持ってきたんですね。なんぼでもええから、お布施してくれ。50円ぐらいしか持ってへんで、って言って、ほんで50円入れて、名前フルネームで住所も書いてくれ、って言うから、いや、もうそんなんええって、って言って、もう何遍も断ったんですけれども、もうしつこいし、早く帰りたいから、こう、そのお布施の封筒に名前書いて住所書いてでお布施させていただいて、やっとその友達の目上の人っていう人に会うことができたんですけれども、なんとなんか美女がぐるっと20人ぐらい周り囲んできながら、うわ、美女ばっかりや、めっちゃ若くてね、めっちゃ美女ばっかりで、うわー、かわいい。これがお前の目上の人っていうのって言って、そうなんや。ほんで、その目上の人の一人が、僕にこう、よかったら日曜日だけでも、この、教会に来て、こう、お祈りされませんかって、お誘いしてきたから、いや、まあ、別に日曜日だけやったら暇やし、いいですよって、言った矢先に、なんか、ごっつい、おばあさん、まあ言うたらババアですね。ババアが出てきて、お前どこ住んでんねん言って、なんかえらい剣幕で言われて、え、いや僕大阪ですけど、言って、仕事は、いや仕事、明日も仕事です。
明日仕事休めって言われて、何このおばはんと、なんで僕あなたにそんなこと言われないといけないんですかってなんか言ったら、もう理屈はええから明日休んでここに来いって言われたから、もうそれでいっぺんパッてもう頭に来たから、もう俺もう帰るわな言うて友達に言って、もうこんなん俺関わりたないわ言うて、もうそのまま静止をこう振り切るように振り払って、あとはダッシュで建物から出てきましたっていうエピソードですね。怖いです、宗教、まあ宗教やること自体は怖くはないんですけれども、可愛い子がいっぱい出てくる可愛い子いっぱい出てきたら、まあちょっとやろうかなってなんか心が折れるみたいなことがありますので、まあそういうことがありますので、ご注意くださいっていうお話でした。すいません。今日はラストなんですけれども、小池屋プライドポテトの魅惑の炙り和牛の動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。小池屋プライドポテト魅惑の炙り和牛、こちらの方が原材料名になります。これなんか美味しいって教えていただいたんですけれども、どんな味がするんですかね。エネルギーは1袋あたり355キロカロリーです。こちらの方が中身になります。すみません、ちょっと変な開け方になっちゃいました。量は割に入っているんですよ。あと何やろ、炙り和牛ってなんか焼肉の味かなんかするんですかね。それでは魅惑の炙り和牛の、プライドポテトの味の方チェックしてみたいと思います。いや、これ美味しい。味なんて表現したらいいのやろ。まずコンソメに近いような味なんですけども、コンソメ味ではなくて、どちらかというと高級ステーキですかねの肉の味に似ています。ちょっとだけこう香ばしい感じがして、すごい美味しいです。なんとも言えないお味ですねすいません、今日話長くて。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。